紀子さまは、2012年に開催された国民体育大会以来、12年ぶりに岐阜県を訪問されましたきょうは美濃市を訪れ、江戸時代からの歴史ある家が並ぶうだつの上がる街並みや、ユネスコ無形文化遺産に登録されている、本美濃市を救う様子などをご覧になりました。紀子様は説明を受けた保存会の会の長に 大切な技術を守っていってていいいくだささととと話されたということですその後築100年ほどの上商人の邸宅を改装したホテルを訪れ古い町並みを生かした地域活性化の取り組みなどについて説明を受けられました紀子さまは明日第60回献血運動推進全国大会に日本赤十字社の名誉副総裁として出席されます